どうもこんにちは、ものづくり太郎チャンネルのものづくり太郎です。ハノファという展示会にお邪魔させていただきまして、今は3日目の朝ですね。非常に晴天に恵まれましてですね、心地いい朝なんですが、ハノファで撮ってるってなんです。ハノファでしか撮る時間がなかったんで撮ってるんですけど、新しいプロジェクトということで、ものづくり太郎ですね、工場をやっていこうというふうに思ってます。いろんな方いらっしゃると思うんですが、工場を建てる、まあ、狙いですね。まず、どういった工場を建てるか。これはジョブショップをやりたいと思ってます。単なるジョブショップではなくてですね、ミスミからですね、部品を受託していきたいと。あくまでそう思ってるだけで、これ実現するかわからないんですが、ジョブショップをやっていきたいと。実際に今まではプレゼンだけだったんですが、工場を建てて、で、実際に物を作っていくと。で、今までですね、お世話になってきたですね、まあ、装置とか FA ですね、その部品をゴリゴリ削っていきたいということなんですね。4月からアサインいただいた酒井ちゃんですね。この方はですね、表情硬いんですけど、まだ私の後期から引き抜きまして、メカの設計ですね、はい、どちらかっていうと、ということで設計もできるし、今後いろんな工場を持つ、非常にいろんな工場に連れてってるんですが、知見を貯めてですね、最終的には工場にフィードバックいただきたいというふうに思ってます。で、もう一人やっぱり加工に突出した人間ですね、一緒にやっていきたいという思いはあるんですが、加工技術者を超募集しております。マジで DM ください。待ってます。そもそもジョブショップをする狙いですね、まず一つはしっかりビジネスとしてやっていきたい。で、やっぱり工作機械の稼働率ってそこまで高くないというふうにデータがあるんですね。全国の統計を見てみてもですね、8時間働いてるとして、この種族が動いてる時間っていうのはほんの 10% から 20% と、残りの 80% ぐらいはですね、他のことをやってるということが日本の今の生産状況なんですね。生産性ということで、これを少しでも上げれたらいいなということで、実際に工場を運営する中でですね、いろんなコラボして企業さんも出てくると思いますが、いろんなソリューションを試して、こうすれば稼働率上がっていくっていう、まずオープンにするということですね。ミスミさんの仕事を受託するということで、ミスミの認知も上がるし、そしてマザックを使うことによってスポンサードいただいているマザックの生産性も高いということで、マザックさんの工作機械も知っていただくと、さらにユーザーもですね、こうすれば生産性上がるんだっていうことをですね、実体体験を通じて認識いただけると。いや、お前そんなもの作り簡単じゃねえよっていうことはもう重々承知してます。だから頑張るんですと。だから人を集めてしっかり苦労してですね、工場を立ち上げたいと思ってます。もちろん工場を立ち上げるにあたってですね、さらからやるっていうのは非常に負荷がでかいので、居抜きをしたりですとか、 M&A を通じてですね、工場を買収するっていう場合もあると思うんですね。まあ今バトンズというですね、サイトを見てみれば、いろんな工場が売り出されてるわけですね。事業継承したいというような話もたくさん出てると。なので可能性としていろんなことを考えたいと思ってます。逆にですね、このジョブショップを引き継いでほしいみたいな方がいれば、ぜひメッセージをいただきたいと思いますが、そのところですね、着々に進めて実行に移していきたいと思ってました。もちろんビジネスとしてですね、コラボレーションする企業のウィンです。そして僕もコラボをいただいて、いろいろ指摘をいただいて、事業を成功させたいと。成功できればウィンだし。で、皆さんもその動画を通じて生産性が上がれば、日本の皆さんの生産性ですね、日本のものづくりの強靭化にもつながるということで、日本のウィン、皆様のウィン。そしてミスミの露出も増えるということで、ミスミのウィン。さらにマザックの工作機械を使うということで、マザックもウィンということで、五方よしを目指して、工場をやっていきたいと。なかなかその秘匿性が高いんですけど、そこはできる限りオープンにしていきたいというふうに思っていました。ただまだミスミにも行ってないということで、まあこれから交渉に入っていきたいと思ってますし、まあ、マザックにも相談したりですね、まあ商社にも掛け合っていきたいということで、マジでやっていくと。そしてオペレーターというか、ジョブショップというか、工作機械に認識がある方も一緒にやりてえと、そういう面白いことやるんだっていうことがあれば、ぜひメールもしくはツイッターで DM いただいて一緒にやっていきたいと思ってますと。ということで、はい、そんな感じですけど、酒井さん、何か皆さんに向けて一言ありますか？一言ですか？はい、まあこんな感じですねまだアサインされて不慣れなところはありますが、まあいろんな工場行ってるもんね。はい、すでに入って2週間ですけど、いろいろな工場に連れて行ってもらってます。どうですか工場は？自分の自動車業界だったんですけど、はい、今までに見たことのないような作りだとか、あとは工場のラインの配置、違う業種のものを見れてすごい経験になっています。そうですね、スクリーンにも行きましたし、先日は半導体関連という小池社長とも対談しましたし、本当に製造業のエグゼクティブの方々としかほぼ話せないということで、価値観の衝撃を受けていると思うんですが、まあそういった最先端のところを理解いただいて、工場に落とし込んでいきたいというふうに思っていました。
ということで、工場プロジェクトですね、第1弾ということで紹介させていただきました。定期的にこの動画を上げていきたいと、はい、おそらく金曜日ではなくて月曜か水曜の夜18時ですね、6時から流していきたいと思ってますと、まあ不定期になると思いますが、どうぞよろしくお願いします。ということで、じゃあね、バイバイ。ということで、工場 PJ ね、やっていきたいと思います。そしてですね、スポンサー企業様をですね、本当に募集しております。シナジーがある、ありそうだという方はですね、ぜひ DM もしくはメールお待ちしておりますので、どうぞお願いしますと。お願いします。はい。ということで、また次の動画で会いましょう。ありがとうございました。失礼します。